はい、今日紹介するのはこちら、肉食恐竜ライバルセットでーす。入ってるのはティラノサウルス羽毛付きグレーカラーとティラノサウルスの子供、そしてスピノサウルスグリーンカラーでーす。はーい。はーい、ちょっと横も見てみます。お、ティラノサウルスとスピノサウルスが置かれてまーす。あ、後ろ何これは。木ですね、溶岩。木で溶岩。あ、アンキロサウルスかなこれ。うん。こっちはティラノサウルス、トリケラトプスが書いてあります。あ、マップを上向きにしてフィギュアを自由に乗せて遊んでねって書いてあるね。口が動くのと足、尻尾が動くで、スピノサウルスは口が開くと尻尾が動く。早速開けてみたいと思います。はい、出してみました。どれから見ていく？ティラノサウルス子供。子供、おお、ちっちゃいね。はい、口が動いて足が動いて、あ、手が赤い。そして首のところもなんかピンクっぽい赤っぽい色してます。で、これは羽毛付きグレーカラーなのでちょっとグレーの色で、上の方は青っぽい色してます。そして尻尾も動きます。はい、すごいね、可愛いサイズになってました。子供でした。そして大人さん、大人さんすが、ちょっと子供ちゃんを触った後だと大きく感じます。尻尾が2段階に動いて、足も動いて、手と首のあたりが赤い感じで、わ、口もしっかりと開きます。うわー、すごい。こちらも上の方がブルーっぽいカラーになってます。最後は、あ、スピノサウルス、スピノサウルス、おー、すごいカラフル、派手な色してます。赤いラインと青いラインと、そして尻尾が動きます。そして四足歩行です。尻尾も動きます。そしてこちら、先ほど書いてあった箱も遊べちゃいます。じゃーん、これは火山が噴火している絵と、ここに木がたくさん描かれていて、これブラキオサウルスと、あとトリケラトプスがいます。ではちょっと設置してちょっと遊んでみます。まずスピノサウルス、そしてティラノサウルスの親子、じゃーん、こっちもこんな感じで設置してみました。これは結構飾っとくだけでも絵になりますね。はい、そして持ってる他のティラノサウルスとかと一緒に遊ぶこともできちゃいます。うん、お、スピノサウルス来ましたね。やっぱだいぶ色が違いますね。ね、こちらアニアの通常売ってるバージョンで、こちらもティラノサウルス通常売ってるアニアのバージョンです。今回の羽毛付きグレーカラーとこちらグリーンカラー、やっぱり色は全然違いますね。こんな感じです。はい、では今日は A03 激闘肉食恐竜ライバルセットを紹介しました。はい、じゃあ、はい、よかったらチャンネル登録、高評価、あとコメントもお願いします。じゃあこの辺でまたね、バイバイ。バイバイ。